長篠の戦いやっていきましょう。この設楽原での戦い、果たしてどうなるか。で、原稿録発生しますので、まずはそちらの方を確認していきましょう。信長に関してはもうこれは以前から発生したこの戦いに関しての原稿録、家康なども同じようになっています。一方、武田勝頼が壇上の出迎え、長篠の戦いで山形正景と馬場信春を破るというものが表示されていて、こちら側、高坂正信も同じ条件になっています。壇上というのはね、高坂正信のことを指します。で、馬場信春は長篠の戦いで馬場軍を破る。一方、山形正景は改装させる必要がありますので、こちらはちゃんと考えてやっていかないといけない。一方、陣形は無形陣のみとなっています。さあ、で、陣形はこのままでいっても良いんですが、できれば左側に織田の部隊、右側には徳川の部隊という布陣でやっていきましょう。勝頼、そして信玄の影を貫くは新しき力、この鉄砲よ。一方、武田勝頼は我が真に武田の主であること、この戦にていざ示さんということでやっていきましょう。で、これ左上の方に3ターン以内に敵部隊と交戦して射撃せよというのもありますので、これはできれば早めに敵に接敵するように前に行きましょう。これ山がね、前の方にあるので、ここをね、越えるか何かしないと車線は通らないんですよね。そうでなければもう手前側に敵を引き寄せてそこで撃つ、まあ、森とかありますので、そこで隠れて鉄砲を撃つのも一つの手です。俺に続け。だが、イベントガンガンやっていきたいんで見ていきましょうか。前に行って、で、このようにね、このゲームはこういう風に接近させたりもできますので、で、この大きさだとよく旗印とか見える、豊臣秀吉は千成廟丹があるのが見えるでしょうか、この真ん中あたりにね。他にもこのようにそれぞれ旗が、織田家の旗とかあります。一方、こちら側も徳川、特に徳川家康は恩利江戸権具浄土の旗印、今回の徳川家康の志はその下の方のね、権具浄土、こちらの方を使われてますので、このように旗もちゃんと見える。もっと接近すればこういうふうに細かく動く姿も見えます。では動かしていきましょう。まずは敵と接敵するまではこのまま進めていきます。敵はもう早くも一部隊発見ですね。策のあるものがいるようです。では秀吉、ここ、まあ、撃てるけれども、もうちょっと全員で前進させましょうか。敵の居場所が、さらに敵発見、もう少しで接敵します。となると、これ鉄砲すべてが味方鉄砲放ち、一方敵は騎馬突撃をやってくる。武田を沈めるはこの信長、新たなる力、思い知れ。武田が馬術とくと味わえということで、これでもう信長の軍は鉄砲を一斉射撃。このように長篠の戦いが再現されています。だが敵も強いので、ガンガンと攻めてくる。鉄砲撃たれていてもね。さて、で、一巡するとここからはまた動かせるようになる。で、やらなければいけないのはここの山形正景、これを倒すということになりますので、うまく倒せるように部隊移動させていきましょう。いくつかは後ろに回り込ませる形で、これ下手に他の部隊を全部倒してしまうと上の戦意ゲージが上がりきってしまって、
条件達成前にね終わってしまうので、まあ、それだけはならないように注意しながら戦う必要があります。始めるぞ。もうこの辺りは直接叩きに行きましょう。命令してくれ。始めるぜ。こんな感じで進めていきましょう。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。そして当然武田方の旗もこのようにいろいろと記されています。これ武田勝頼ですが、風林火山の旗もしっかりと掲げています。また他にもこちら真田家のものなんですが、このように六文銭も描かれているといった状況。結構長篠の戦いでは真田の家のものが結構倒されたりね、打ち取られたりしてますので、そのあたりもこのように見ていくことが可能です。では少し拡大して見ていきましょうか。これぐらいがねちょうど分かりやすい。コマゴマしてなくてね、馬とかちょっとでかく表示されてますけど。さて一戦で敵を回想状態に持っていきましょう。覚悟なき者に負けはせぬ。このような形で馬場信春が今退こうかというところ、なんとか頭を抑えられればといったところで、信長が今頭を抑えましたね。さあで使えるものを使っていきましょう。前田利家は少し退却させておきます。馬場信春の規制を崩す。もうちょっとこれはここら辺の部隊は後ろ側敵の後退を防ぐような形が良いんじゃなかろうか。この攻めかわしてみせよ。さて敵も最後粘るが、このように山の中での戦い、馬場信春が快走、そして織田信長、六天魔王の効果発動。山の中で戦っていますが、まだもう少しで、ね、回想状態になるんで、もうちょっとこれは戦っていく必要がある。本田忠勝で敵の背後をなんとか抑える。そして山形正影を強撃して、一気にこの指揮ゲージ今赤くなってますが、これを減らしていきます。さて向こうは紙幣で最後の粘りをしていますが、このようにもう戦場がごちゃごちゃですけど、でこれ回想状態になったら朱に染まる赤というイベントが発生します。荘園の雲から鉛玉の雨が降る。長篠で発揮された織田軍の最高火力は武田軍に銃弾の嵐を見舞った。その中でもこれまでの無数の戦場を変わらず武田軍の戦闘をかける部隊がいた。赤備え山形正影率いる武田軍最強の部隊である。勝つと思うまで戦はせぬ。それが我ら赤備えを勝者たらしめたが、初めて読み違えた。これは実はこの一つの前のイベントでね、一回勝頼に退却してはどうかという進言をしているシーンがあるんですが、それでもこのように言うというね。鉛玉が当たったために右の手が動かなくなり、この後は左手も動かなくなろう。だがそれがどうしたことかと。兄より親方様より受け継ぎし赤備え、その戦を汚すこと決してあってはならぬ。これでさらに前に行き、でこの戦いで正影は17発の銃弾を浴び、右腕左腕に傷を負ってからは口で祭を加えて指揮をしたと言われています。これで武田軍最強の赤備え山形正影の戦いはこの長篠で幕を閉じた。しかし彼の背を追う後世の優勝たちが最強の赤の魂を受け継いでいくのである。これは右側は2016年の大河ドラマになった真田幸村、一方左側は2017年の大河ドラマになった女城主直虎の養子という形の
井伊直政になります。それぞれね2016、2017の大河ドラマ同士がこのようにね顔をねあえて見せるっていうねそういうチョコ材な演出ですけど、では一つまず条件達成しました。あとはこれ勝てば良いだけですので、この原稿録ちょっと見てみると、今山形正景、これはもう条件達成で、他のねこれ見ると山形正景と馬場信春を破るって書いてあるんですね。となると馬場信春を倒さなければいけないように感じるかもしれませんが、これは馬場信春の原稿録の武田軍を破るというのを達成すれば、この馬場信春も破ったことになりますので、別に馬場信春を倒す必要はないです。これ倒そうとするとね結構大変なんですけど、まあ私の場合はねあっさりこのように倒してしまうっていう、そういう流れになっています。これ下手をするとね上の繊維ゲージであっさり勝ってしまうので、もし狙うんであればもう敵集中して狙っていくような感じでやっていくのがいいんじゃなかろうか。あとはもう放っておいてもいいでしょう。最後はしんがり務める馬場信春を倒して、そしてもう繊維ゲージをすべて上げ切るまで戦っていきましょう。真田の部隊もいるんでここも狙いたいところですが、戦況は我が方に完全に傾きました。我らの勝利にございます。そしてこれが馬場信春の原稿録、その働き比類なし。戦国最強を謳われた武田軍も織田信長の攻略が作り上げた兵力とその革新性が生み出した鉄砲戦術により壊滅、設楽原には数えきれぬほどの武田兵の屍が積み重なり、敗軍の将武田勝頼は戦場から逃れていった。だがその前に一人の男が立ちはだかった。不死身の鬼身の馬場信春である。無理な戦とはいえこの程度の不利で勝頼様を勝たせることも頭のとは、ということでね、しんがりを務めて織田徳川の部隊を追い返したということになります。ここから一歩も先も通せぬ、もう少し鬼美濃に付き合っていただこうかと。鬼美濃とはねこの馬場信春の異名のようなものです。鬼美濃、馬場信春、その不死身の伝説はここに幕を下ろした。しかし織田側の記録ですら比類なしと絶賛されたその奮戦により、武田勝頼は無事に甲斐へと帰り着くのであった。これで原稿録も含めて長篠の戦いを達成したことになります。天も人も俺に背くことは許さぬ。これ被害兵数ね、まあ武田の方が多いですけど信長も結構食らっている。実際の長篠の戦いでもどうもね武田が完敗したようなイメージがよく言われますが、なんだかんだでね織田の方も結構被害受けたそうなんですよね。なので三段打ちとかねいろいろ言われてますが、武田は武田でかなりの織田の兵を道連れにした。だけど武田の方がね有力武将が多くここで討ち取られたのが一番痛かったのかなと思います。さてこれで勝利をして当然初段をして、弱き者は死すのみか。この後進めるとまだ原稿録実は一つ残ってます。壇上の迎え、わずかな共回りを連れて甲斐を目指していた。で信濃の駒場付近、高坂正信が待機していて、そのようなこと聞くまでもないな。これはね多くのね老将たちがねちゃんと長篠の戦いやめた方がいいんじゃないかと言ったけれども、
勝頼が行ってしまったという扱いになってますので、でそなたの子も失った、詫びても詫びきれぬ、そして私を切るがよいと、殿が無理な戦をなさるは若さゆえ、無理な戦を勝たせるのは我ら武田の老臣が役目、殿に咎はありません、咎は我らにございます。負け戦とは申せども、わずかな手勢で織田の大軍相手に見事な戦ぶり、何年経とうと殿を弱小と呼ぶ者はおりませぬ。遠路お疲れでございましょう。宴の支度がございます。こちらへ。お嘆きはここでお済ませください。甲斐へは強き武田の主として、主として帰らねばなりませぬ。ここで正信は勝頼とその共回りたちに用意していた新品の装備に着替えさせ、そして帰っていく最中にね、民にね、乾杯したことを悟らせないような感じにした、そうした心遣いもね、行ったと言われているそうです。これで長篠の戦いに絡む戦国伝は全て終えたことになります。今の高坂正信というのは紅葉軍艦というね、書物の元になったね、文章を書いていたんじゃないかと言われる人で、紅葉軍艦を読むとね、本当かどうかは分かんないんですが、その一端が分かるかと思います。というわけで、これが信長の野望大使長篠の戦いになります。こうした戦は結構多く収録されていますので、興味がありましたら自らでプレイしてみてはどうでしょうか。また私の方のチャンネルでも様々な信長の野望大使の動画上げてますので、興味ございましたらそちらの方もご覧ください。チャンネル登録もしていただければ、最新の情報がメールなどで届くかと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。